でまずですね、この君と雪って作、京都撮影所で長い期間にわたって撮影ということなんですが、現場スタッフの目撃情報によりますと、どうやら奥さんの私服が話題になっているらしいというここにありまして、ちょっと伺いたいんですけれども、はい、これは奥さん自覚はありますか？いや、僕はないですね。ちゃんと普段着のつもりでいつも普段着、はい、現場へ行っているつもりだった。なるほど。じゃあそのあたりちょっと前田さんに伺いましょう。前田さん、どう思ってらっしゃいます？奥さんの私服ちょっと教えていただければ。そうですね、あの日はまだまあ、なんかまだ涼しい、肌寒いぐらいの日で、寒かったっすね。まだみんなは結構こうパーカーとか、はい、まあ、ちょっと薄手の上着とか着てるぐらいの時期だったんですけど、はい、こう撮影所に向かってる途中の横断歩道でなんかタンクトップ姿の男がいて、はい、あら、でもなんか、あ、なんか変な人いるなと思ったら、あのおっくんでした。あの結構ね、うん、タンクトップ率高いよね。高いね。結構タンクトップ、ね、3着4着ぐらいあったかな。京都まで持ってきて、うん、持ってきて4着、はい、で京都でも買い足しました。はい、最近買ったんだよね。あ、最近も買いました。あの3日前もあのタンクトップ新しいのをお乳買いまして。サイズ感いつも間違えてるよね。ピッチピチ。1個下のサイズ買ってるよね絶対いつも。いや、あれはちょっとしょうがないのよ。あのフリーサイズだったりするから。なるほどね。そうなんだよ。なるほど。なるほどね。タンクトップでちなみに下は何をお召しになってらっしゃるんですか？私服の時は基本デニムで。ピチピチのね。ピチピチね。ピチピチにピチピチ合わせるから、ね。ピチにピチピチ。デニムを。タイト A がお好きなんですか？あ、そうですね。わりかし結構タイトなもの好きですね。下はやっぱセッターを入ったりして、うん、涼しげにあの、はい、過ごしておりました。だから頭も涼しげにしちゃったんだ。あら。なるほどね。あら、そうなんですよ実は、あの髪型もね、はい、変わられましたよね。そうですね、あの決してあの悪いことしたわけじゃないのでね。誰も言ってないわ。決してね、あのみそぎとかそういうのじゃない。みそぎとか絶対言うな。